年目、1年目、3年目、いろんな若手が活躍しました。セカンド、スリーアウト、試合終了。2024年の都市対抗野球、連覇を目指したレッドクルーザーズは2回戦で敗退。しかしその中で多くの若手が頭角を現した。今や投手の主軸、2年目のサウスポー増井翔太。増井翔太しのげるか。三振、結局アウトは全て三振で取りました増井翔太。すごく良かったですね。球も走ってましたし、変化球も低めに制球できてたので、すごくいい状態だったかなと思います。長打が魅力の内野手、2年目の三塚武蔵。すごい重圧感じたんですけど、心地いい緊張感でプレーできたかなと思います。期待の即戦力ルーキー熊田東洋。熊田東洋、都市対抗初ヒットになりました。東京ドームで結果を残すことができたのはとてもいい経験でしたし、とても楽しめました。彼らの都市対抗を追った